では続き始めていきましょう。前回でね、もうライフが、マックスより1個減っただけのところになりましたので、あと、ハートの器、あと1つというところで、もう少しこのゲームもクリアですね。ということで、進んでいきましょう。レベル8のダンジョンはなんと、このね、以前あの湖の北には秘密があるって言ってたじいさんがいたじゃないですか。それが今のところなんですよ。実は湖の北って今のところで、それ以外のヒントは何もないです。やばいっすよね。こんなところ誰がわかるんだっていう。で、まずここの、できるだけ当たりたくなかったんだけど、まあしょうがない。ここはちょっとね、数が多いので、まあ当たるだろうなって思ってました。テストプレイしてるんですけどね、一応。あの、足でやる前に、手でね。テストプレイしてるんですけど、それでも結構厳しいところって時々あるので、そういうところはちょっとね、あのスルーで、足ではまあ、まずもうクリアできねえなって思ったら。あー、今、剣が使う。ここを下に行かなきゃいけないのに。ちょっとはめないで。ここにいられると困るんだよ。マジで。よし、ナイス、危ねハート5個を持っていきやがった、あいつら、マジで。いやー、マジで困るわ。で、ここでね、なんとかマスターがいるので、なんだっけな、ボールマスターか。ボールマスターがいるので、こいつを倒す必要があるんだけど、赤バブルに当たっちゃうと、なんと、剣が触れないのよ。青バブルちゃん、来てお願い。青バブル、来た。切ったけど、あー、ちょっとやばいな。これはやばい。この部屋ちょっとまずいね。ビーム触れ、あー、ちょっと逃げないで。今がチャンスなの。おらし、あー、クソ当たんね。よし、一匹倒した。この調子で残りの何匹かわかんねえけど、何匹かいるんだよ。こいつは全部倒す。よし。武器をすられた。もういないか。よし、もういないな。よし、ナイス。とりあえず、バブル、無視で、ここに入っていく。すると、待ちかねた、念願の、マジカルロッドを手に入れたぞ。イェイ。やっとマジカルロッドですよ。これで一応剣がなくても戦える手段が、まあ、確保できましたね。このように、バイブルをもうすでに取ってるんで、炎が出るようになってるんですよ。バイブル取ったのいつだよっていうぐらいなんだけど。お前、そこにいんなよ。そこにいんな。ただ、炎が出るとね、逆に自分もね、芝、青バブル触れてるな。よし、オッケー。あー、赤に増えた。あー、青に増えた。あー、赤に増えた。あー、おいあ、いける？よし、剣触れる。よし。そしたら、この部屋に、今度は右に行きます。で、ちょっと待てよ。なんか、倒せそうだったな。全滅させてもいいんだけど、全滅させちゃおうか。せっかくね、遠距離攻撃手段を手に入れたので、おいら！これで攻撃していこう。ほら。よし、アイテム落としてくれた。あと、そしたら、下に行きます、ここ。分けられるのね。そしたら、ここも敵も全滅。ほら、こいつはごときだなね。もう、こんな青くまもんごときに、もうね、マジカルソード手に入れてるからね。ほんとこのダンジョン敵弱えんだよな。前のダンジョンが強すぎたのか。そしたら、マップがもらえるので、このダンジョンの全容を把握していきましょう。のですね。このダンジョンの形は。ちょっと実は今まで言ってなかったんだけど、ゼルダ、裏ゼルダのダンジョンの形って、表のイーグルとかと違って、英語で ZELDA、ゼルダの、になってるんですよ。レベル1からレベル5までで、ZELDA になってるんですよ。で、
レベル6以降はなんかよくわからん形になってます。ちょっと人多すぎないここ。ちょ、ういちょっと、光る蛇が突進してきた。このレベル8なんかよくわかんないよね。ここ倒す必要はないな。ない、確かない。ないけど邪魔ながら。あー、こいつはうざい。おー、ナイスナイスナイス。妖精落としてくれた。こいつもね、スルーで OK です。スルーします。ガンスルーします。こいつもスルーで OK なんだけど、一回切っといて、まあ、切る必要ないんだけど、餌を不当に持っていくやつなので、ちょっと、先にダメージ与えといて、うさばらしときます。ここはどうしようかな。ちょっと見づらいから、まず、ロッドで、明かりを灯そう。あ、ここはね、倒す必要あるんだ。ロッドで倒す。はい。そしたらコンパスがもらえるので。はい。なんと、このアイテム、ダンジョンね、アイテムがあと1個あるんですよ。盛りだくさんダンジョンです、ここは。ちょっと、人多いな。いくら雑魚とはいえ、こんだけ多いとちょっと、出られないな。この出たところ、場所ばっかりのところってね、剣が振れないんだよね。ほら。まず、行政取るの、先決。よしよしよし、OK。くっそ、こ。よし。あー、触れちゃった。あ、くそ。ほら。死ねえ、ほら。ほら。今の俺は遠距離から、よっしゃ。ナイス、行政。ナイス、行政。よし。なんと、ライフ全開、ここに来て、一回もね、まだ、ねえ。まだ一回も薬使ってないのにライフ全開ですよ。奇跡に近いな。なんと、余裕すぎるこのダンジョン。ちょっとこんなにぬるくていいんですか？こんなにぬるくていいんですか、任天堂さん。裏ゼルダ。こんなにぬるくていいの？足でこんなにぬるくていいんですか？任天堂。あと一発。当たってちょ。よし。ぬるいね。レベル8、ほんとぬるいね。ここは、なんもないな。先に進んできます。ここも、何もないので、デグドゴはスルーで。基本スルーです。あ、やべえ。あー、くそ、ビームが打てなくなっちゃった。まあいいや。基本で打てねえから、しょうがねえ。ここは、どうすか。お、ちょっと待って。ちょっとね、まず明かりをつけよう。わからないからさ。おっぱらね、赤いろうそく使わなくなっちゃうんだよね。あ、今どっちになった？剣触れるか今。あ、触れるな。よしよし、触れるなら OK だ。あー、間違ったー。間違ったー。まず、こちら出てくるので、切る。よしよし。あれ、出てこないぞ。あれ？もう出てこないかな。この部屋確か倒す必要あったような気がするんだけどな。なかったっけ？あれ、倒す必要なかったっけ、この部屋。ああ、当たっちゃった。ちくしょう。赤に当たっちゃった。青に当たんないと。青当たって、当たらせて、今。触れるな。よしよしよし、オッケー。この部屋はね、倒す必要なかったような気がするな。ただ、こいつは邪魔すぎる。よし！ナイスナイスナイス。さて、ここは倒す必要あんだな。爆弾。行くぜ、おい。もうお前らなんか敵じゃねえんだよ。あれ。もう一発。ちょい。あー、ライフ一個触れた。あら、まあ、同じ。待ってくれ。こっち来んのかよ、くっそ。ほら。あ、くそ、当たってたの、今。どこじゃないんだよ。当たらない。よし、ここに来て。うわ、間違って、爆弾なくなっちゃった。取ってきまーす。はい、爆弾を補充して持ってきました。くそ、当たれ。当たんねえか、くっそ。ほら。
当たれべ。当たってちょうだいよ。当たってちょうだいよ。当たってちょうだいよ。よし、よし、まあいいでしょう。よし、こいつも、お前も、お前もだ。ふい、ナイス、ナイス。爆弾取りたい。よしよしよし。よしよし、潰す。当たんねえの、クソ。もういい、しょうがない。これで、倒させてん。オッケー。ねえ、まあいいでしょう。ここしかないや。うん。マックスまで充電してきたんだけどな。まあいい。で、ここに一応鍵があれか取っといてもいいんだけど。取っときますか。できるだけ当たんない方がいい。けど、当たったらしょうがない。当たってもしょうがない。だってこんなにたくさんいるんだから。当たっちゃったー。まあいい。さすがに疲れるな。くっそー。難しいな。ここはね、やる必要ないんですよ。うん。確かね、ボールマスターが出てくるんだけど。あ、出てきた。でもね、今赤バブル増えてる状態だから、青バブルに触れないとまずいんだよな。よし、オッケー。やばいやばいやばい。やばい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 。やばいやばい。あ、あ、あー、あー、連れてかれちゃった。このようにね、ウォールマスターに触れると、ダンジョンの入り口に戻されてしまいますので、捕まらないようにしてください。邪魔だ。よし、オッケー。さあ。で、この辺の敵を全滅させます。このダンジョン、敵多いっすね、ほんとに。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、こいつら程度はもう、ザコですよ、ザコ。ブーメラン使った方がいいかな。まあ、一発で倒せしいいでしょ。よし。そしたらば。多分、スタルフォスともこれでお別れかな。今のがラストスタルフォスですね、多分。うん。ここに、ライオンの鍵があります。これでもう、鍵を集める必要はなくなりました。ああ。このダンジョンね、なんと、たくさん、もう宝物と、なんだ?なんか、いろいろあるのに、敵が弱いという、ご都合ダンジョンですね。結構、序盤にクリアできるんじゃないかな、このダンジョン。序盤にここクリアしてった方がいいかもしれない、もしかしたら。敵が弱いのでね。あ、やばい。あー、くそ。あー。あ、敵弱いとは言っても、こういう風にね、うざいやつもいるけどね。あー、まずい。いや、ちょっと待って、まずい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 。触れる、まず青に触れて。よし、よし、よし、オッケー。オッケーだ。よし、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 オッケー、オッケー。悪くない、悪くない、悪くないぞ。ここは、左に行きます。とにかく適正ルート、最短で行かねえと。あ、もうこいつは無視できない時は戦うけど、無視、基本的によし、オッケー。基本的には無視。ここも邪魔だなぁ。倒すか。やむを得ない場合は倒す。あー、邪魔。おぉ。微妙に、まあ。あー、めんどくさい。めんどくさい。めんどくさい。バブル、ここにいられるの、ほんと邪魔。はい、オッケー、危ねえ。あー、めんどくさかった。ここもスルー。はい。さあ、ここは倒します。どうする?お!なんか来た。よしよしよし。なんかって。言い草。言い方よ。あと、お前らだけだ。お前だけだって、まだ結構いるけどさ。こいつ俺の方向けて撃ってきやがったな。それぐらいの知能あるのか。よし。あとこいつらは。どうする?下から上に剣で切るか。するとね、貫通するんだよ、こうやって。ちこい。ちこいや。むざいな。来ねえな。あー、もうめんどくせえ。マジカルロットで行くわ。当たんねえじゃねえかよ。
焼き尽くしてやる。豚の丸焼きができました。よし、さあもう少しでクリアですよ。で、自分に言い聞かせるように自分に言い聞かせるように言っていく。ただなんとね、まだこのダンジョン、まだね、隠しがあるんですよ。マジカルロッドとマジカルキーの他にもね、まだ隠しアイテムがある。あー、ここ爆弾か。ここね、倒した方がいいかな。押すか。倒します。いや、倒す必要ないんだけど、確か。こいつらでもこれが最後かな。多分最後なので。ちょっと、あれ欲しいな。あれ欲しいな。欲しいな。欲しいな。欲しい。取って、取れた。よし、ナイス、ナイス、ナイス。よし、あいつだけだ。あー。ほら！よし、爆弾もマックス。ルピーも取れた。悪くない。まあ、倒す必要はなかったんだけど、ここもう一回来る必要があるから、倒しとくと後が楽になるということで。で、ですね。今からちょっと小ネタを一つ紹介します。このね、ラストアクオメンタスくんなんですけど、もう、これが最後のアクオメンタスくんです。なんと、このアクオメンタスくんでね、上を吹くと、このようにビームを打ってきます。あれ？通常ね、ビームはそんなにね、こんなに打ってこないんだけど、上を吹けば吹くほど、ビームを連射してくるんですよ、アクオメンタスくんは。このようにね。という、それだけの小ネタでした。ということで、さよなら。はい、グッバイ、アクオメンタス。君のことは忘れない。さあ、ここも、ウォール、多いな。ウォールマスター率高いな。くっそ、まずい。逃げろ。よしよしよし。今使えないな、使えないから。使えるようにして。くっそ。邪魔だ。本当に邪魔。まあ、使えないか。あー、どっか行かないで。頼むよーん。下にいる。くっそが。こいつらが一番、まさかこのダンジョンで一番厄介な敵とは思わなかったな。来てくれ。青バブル。来い、来た。逃げるな。ああ、チクショー、また連れてかれた。よしよし。あ、なんだよこれ。たまにこういうバグあるんだよな。よし、ここを動かして、今赤バブルに触れたから青バブルに触れて、ちょっと待ってよ、また赤バブル。よしよし、いける、今だ、今触れる？今剣触れる？触れるかな今。あ、でも、あ、必要ねえわ。はい、ここにラスト、最後の爆弾をもっと持ちたいジャロおじいさんがいます。あー、今、剣振れねえや。ということで、爆弾をマックスにできましたね。なんと、このダンジョン。マジカルキー、マジカルロッド、そして爆弾をもっと持ちたいジャロおじいさんがいるのでね。なんとね、いっつも、取らなきゃいけないアイテムがあるというね。まあ、マップとコンパス合わせたら5つか。盛りだくさんな内容のダンジョンとなっております。その割に敵はあまり強くないので、結構ね、すっ飛ばして、マジカルロッドとかいう有用なアイテムもあるから、すっ飛ばしてこっからね、クリアしてもいいんじゃないかな。で、本編で全く触れてなかったミルドワームですね。攻略に必要な場所にいないんだよね、こいつら。うん。これで倒すか。
ザコですね。ほぼザコです。あ、ラスト。レベル8のボス。行きましょう。さあ、レベル8のボスはなんと、ザコです。ザコとしか言いようがない。あ、ワンタン3キル。ほんとザコでしたね。はい。最後のドドンゴを三人衆 with 石像を倒して、レベル8の迷宮クリアです。はい。なんと、レベル9目前にして、今までで一番簡単だったと言っても良いかもしれないぐらい簡単なダンジョン、敵が弱かったダンジョンでした。ということで、ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローとしていただけると嬉しいです。ということで、次回で最後です。なんと、このゼルダの伝説を足で実況する縛りも、次回で最後ですので、ぜひ見てください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。